こんにちは、トイラボです。今回はホットウィールベーシックカー2024年 Dアソートについて見ていきたいと思います。トレジャーハントとスーパートレジャーハントはこちらになります。今回はどちらもいいですね。特にスーパートレジャーハントのベンツはレッドのスペクトラフレームでかっこいいですね。それでは開封していきましょう。
かがだったでしょうか。さすがにスーパートレジャーハントは入っていませんでしたが、かっこいい車種も多く、個人的には満足いくアソートでした。久しぶりに収録された車種や、最近出た新作の空張りなど、いろいろ楽しめました。次こそは、スーパートレジャーハントを狙っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。